あの小津安城監督の「東京物語」ってあの世界の映画人特にプロの間で非常に高く評価されてる映画で何度もね世界の映画史上ベストワン作品に選ばれてますすごいことですよね。市民権とかカゼット・モンサリーウンとかカサブランカとかいろんなものがある中で「東京物語」を世界中の映画人の投票で 1>, あの1位に選ぶ人がいるっていうぐらいそれぐらい本当に高く評価されてる映画なんですけどあの僕と東京物語の,の出会いってちょっとなんか変わった経緯をたどってて僕大学院生で予備校でバイトしてたんですねでその予備校でバイトしてた時に近くにレンタルビデオ屋があったんですよ。でその予備校で教えて帰りにレンタルビデオ屋でちょっと2つか3つ借りて帰るってことをしてたんですけどで当時の僕は本当になんかヨーロッパ 映画ばっかり見てて、まあ、アメリカ映画も見てましたけどまあ本当になんに何か例えばタルコフスキーだとかビスコンティだとかああいうものを見てて日本映画のの中にはろくなものがないなもがいいって思い込んでたわけですよで、まあ、だから本当に日本の映画は海外の映画に比べるとちょっと低いとレベルがと思い込んでてである時その予備校の会にレンタルビデオ屋で。 なんか東京物語ってのがあってなんかそのことについて聞いてたことあんのかもしれないしおずやす以上見てなくてで,でもなんとなく「東京物語」ってそのパッケージの雰囲気がなんかおいでおいでってしてる気がしてでお正月に見たんですねお正月冬季講習のバイトしててであのその東京物語のパッケージ持って行ってで借りて見たんですけど見た時は何かねお風呂に入ってるようななんかすごく不思議な。 ポポカポカーとしした感じがしてでも何を見たのか分からないっていうか人間の脳って面白くて本当に新しいものを見た時ってのは何を見たかよく分かんないってことがあるわけですよだからかその時にすぐにこれが僕の人生にとって大事な作品だっていうふうに思わなくて思えなくてでなんとなくそのポカポカしたまま返し行ってその時はそれで終わったんですねでそれから2ヶ月ちょっと3ヶ月ぐらい経とうとしてた頃にあのもう一回見たんですよ。 おそらく春季講習の子だったんじゃな,いかない3か月後ぐらいに「東京物語」を見たらもう一回そのレンタルビデオで書いたんですよなんとなくもう一回見てみようと思ってそうしたら一気にハマってしまってもう全てが素晴らしいと思うようになってで「その東京物語」って尾道にいる老夫婦が東京の子供を訪ねてくるって話なんですけどその尾道その東京物語に出てくる尾道の町がものすごく見たくなっちゃってそれまで尾道って行ったことなかったんですけど広島県尾道。 あ,のあまりも見たくなっちゃってで新幹線に乗って行っちゃったんですよね福山で乗り換えてそれから山陽本線をずっと「山陽本線を」「くしゃみが」「山陽本線をずっとなんか行ってちょうど映画の中にも山陽本線が。 出てくるんでも、ね、それであの尾道の街を歩きながらその東京村が出てくるような風景を見つけて写真を撮ったんですけどあのー、ちょうどあの桜の季節で当時はですね今みたいに温暖化で桜の時期が早まってるってことなくておそらく4月の頭ぐらいに普通にその頃咲いてたと思うんですけど。 あの桜がちょうど咲いてて仙光寺公園っていうのがあって尾道の山の上に。でそ,のそこからあの尾道水道を見下ろしてなんかとてもいい時間を過ごしたっていうのが僕にとってすごく大事な思い出なんですね。でその頃の線あの渡船場尾道の渡船場って今ちょっと,、えー、と工事で変わっちゃったんですけど当時はまだ東京物語の、えー、中に出てくる渡船場の面影がある渡船場があって。であのー 向こう島島ってその島に渡れるんですね船でそれでいつでもこうやってで出てて船がでそれに乗って行ってまた戻ってきたりとか本当に素晴らしい時間を過ごしたのが僕と東京物語の、うん、出会いでしたで本当にそれで原節子さんがすごい好きになってしまってあのー、それから何年ぐらいかな毎年誕生日6月17日が原節子さんの誕生日なんですけどえっ、ー、と 誕生日カードを送ってましたねでまあそういう形で小津安二郎さんの作品をそれから見るようになって「まあ、爆集」とか「晩春」とかあと「さんまの味」とかも主要作品は全部見ましたけどもあのやはり「東京物語」っていうのが僕の中ではものすごくなんか、うん、重要な作品なんですよそういう意味においてね。あの それからそれこそ小林怜央だとか本田永とかそういうもののれ的なものとかそういうところにも目がいくわけだし、あのー、日本文化っていうものがその西洋に比べて批、えー、きを取らないぐらい素晴らしい深い何かうん価値があるってことをにそういう回帰していった一つのきっかけになったのが東京物語なんで僕にとってはとてもとても大事な作品になっています。 であの一度イギリス留学してる時にあのケンブリッジで当時ね本当になんかあの日本のなんて言うんでしょうか、うん、雰囲気って全くなくてでロンドンでね「東京物語の」あの上映があるってうんで見に行ったんですよね。そしたらロンドンの「東京物語の」の確かタイムアウトタイムアウトマガジンそうタイムアウトマガジン出てて当時インターネットとかそこまでなかったんでタイムアウトマガジンで調べて。 『東京物語』見に行ってロンドンでボロ泣きしましまたね <laughs> その懐かしさっていうかその風合いというかロンイギリスのその風土の中で本当に久しぶりにその東京のというか日本の,あの柔らかさとか優しさとかそういうものに触れてあの劇場で「ボロ泣き」したのを覚えてますね。というわけで「東京物語」本当に本当に素晴らしい作品だと思うんでどこを撮っても。 もう火の打ちところがないっていか脚本も映像も出ている登場人物もあの本当に火の打ちところない姿勢感っていうかねあの素晴らしい作品でまあ、東京物語の作品についてはまたちょっと別の機会にお話したいなと思うんですけどまあ人先言うと最初と最後が同じシーンになるんですよね最初はおじいさんがおばあさんと東京にいる子供たちを訪ねて行こうとしているんだけど最後におばあさんが亡くなってしまっておじいさんが一人で海を見ているっていう。 最初と最後であの日常が繰り返されてて何も変わってないように見えて実はあの大きな変化が起こってる小津の映画はみんなそうなんですよねごく当たり前の淡々とした日常を描いていてでもその日常の中で気づいてみると人生がすっかり変わってしまっているというのが小津の映画の素晴らしいところだと思います。世世界界のののの本当にプププロ中のプロロ中たちが認めているもう世界の映画の巨匠 本当にすごい人が小津康二郎さんですねで僕最近時々思うのはその、うん、小津さんはねえっと要するに戦後のいろんなイデオロギーとかが吹き荒れる中で小津さんがああいう映画を淡々と作り続けたことに対して骨董品だとか時代遅れだとかそういうふうなこ批判があったみたいなんですけど小津さんはそういうことを気にせずに まあ気にししたんでしょうけど自分の作品を作り続けたんですけど僕そのことでいつも思うのは小津安二郎でさえもうに映画における神様ですけど本当に芸術的な意味ですごい神様なんだけどその小津安二郎でさえそういう批判を受けたんだってことってすごく面白いなと思っていや小津批判するところないでしょうとか思うんだけどそういうもんなんだなって言わなかっただから小津ほどの人でも。 あと僕小坂一さんが言ってたことですごい面白かったのが小坂さんのお母さんがあの小津の新作を毎年だから当時れん毎年一作ああのまあ、作品リリースされてたようなんですけど、えー、それを見て,きて帰ってきたお母様が「いやまたシュ,ュウがこんなバカなこと言ってね」とか言ってなんか本当に気楽にあの 娯楽作品としても見られててもらいたってい今,今,も今ではもう神様みたいになっちゃってますけどあのそういうあのものだったっていうのも面白いなと思うしそれから保坂和志さんの例でも出したんですけど僕はあ「さんまの味」っていう最後の作品が本当に好きで今で何十回も見てるんですけど確認が取れた中で「三んの味」を何十回も見てる人っていうのは、えー、と僕以外にも何人かいて。 和さんがまずそののうち一人ですねあと内田達さんもなんか『さんまの味は何十回も見てる』って伺ってますけどあと白洲新也さんの白洲慎也との小林遼の孫がいらして小林遼白洲二郎白洲雅子の孫がいらしてあの僕等しくさせていただいてるんですけどその白洲家のもう一人の白洲新也さんのい,いとこさん白洲みのるさんもあの担当編集者がいらしてそこの白洲みのるさんのお家に遊びに行かれると。 あのいつも <laughs> お酒飲みながら三毛なじがかかってるそうです。<laughs> でいつ言っても三毛なじかけられてるって,言って。まあでもそういうなんか三毛なじは本当に時物語とは別の意味で神のような作品で、それが小津安二郎さんの最後の作品になってしまいました。小津さんは三毛なじを取って60歳でお亡くなりになりました。その小津さんが亡くなった年に僕は生まれました。 えー、以上、えー、僕とおつやす城の東京村亜との出会いというお話でございましたありがとうございました